はい、どうもこんにちは。アクトレイザー実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回はですね、アイトスのアクト2、火山の中に侵入して魔物のね、なんか親玉、貨車みたいなやつを星屑の魔法で脳ダメ撃破しました。あの魔法強すぎるわ。2でよかった、ありがとう MP2 でって感じで。で、その後ね、動画撮り終えてちょっと放置してたんですよ。で、少しだけ街がね、豊かになりは成長した。この辺とか、建物なかったんだけど、一応埋まってた。これ以上はね、結構待ったんだけど、増えなかったから、こことかに建物が来るかなーっていうふうに思ってたんだけど、ちょっと増えなかったね。で、ブラッドプールとか、あとカサンドラもやったんだけど、同じく、特にもう発展することはなかったんで、このね、右上の総人口1974人で、次の、エリア。次の地方に行きたいと思います。で、まあ、カサンドラに関してはこう停滞ってなってるって、もう二度今のところ何の発展もしないんですよ。というのも疫病、前々回ね、カサンドラに住む人たちが疫病に襲われて薬草が欲しいっつって言った状態でね、もうそれどころじゃないと、街を発展させるどころじゃないっていう状況なので、薬草をね探してんだよね。前回から正直アイトスにあると思ったんだけどなかったから、もう今回行くこのマラーナっていうねところで薬草を見つけてカサンドラの人たちを助けたいと思います。じゃあ行きますか。まずね、行きます。で、ここが最後の土地、ノースウォールなんだけど、ここから大きく南東に行って、ここマラーナ、なんかインドネシアとかパプアニューギニアみたいなところが土地。どうしたらいいんだろうね。ここでなんか石板を使うといいザマスっつってたんだけど、まずはアクト1、マラーナ編のアクト1行きますか。アダムとイブ誕生させよう。オッケー、やるしかないんだから。今回はちょっと広そうだな。てか、この島の中心か。え、もう文明あるやん、もはや。もう住んでた、原住民がいる的なやつか。じゃあいいじゃん。ダメなん。うわぁ！びっくりした。痛い。いやん！いや、マジわからん。くそ。ちょっとタイプ違うな。爆弾？くそ。なんかある。いけないんだ。お、吹き矢も使う。爆弾と吹き矢なんだ、こいつら。お、技が、レパートリーがあるの初めて見たな、これ。携帯変化で違う技が出る。なんだ、石臼か？なんだ、お前。うわお！強い。ちょっとこの石臼。オッケー。下に行きたいけど、どっから行くんだろう。で、こうか。はい。はい。くそ。さすがに乗らねえか。で、ここ入って。よし、間に合った。よし、リンゴ。待って。よし。うわぁ！びっくりした。ダメか、これ。なにこいつ？バビロンみたいな遊戯王の。遊戯王のバビロンみたいなとこ持ってきた。うわぁ！マジかよ。トラップに引っかかった。あれうまくいったらなんかあったんじゃない？スペルとかあったんじゃないかな。痛いよ、やめろ。よし、3発か。よし、オッケー。届かないよな、あれ。爆弾やめろ。オッケー。どうやってくるの、あれ。痛えな。怖すぎる、痛っ。オッケー、来た。結果的にゲット、オッケー。はい。それでね。よかった、これ。底なし沼みたいな感じじゃなくてこれもういけないじゃん。うわ、上ルートと下ルート的な感じか、これ。いや、それさ、どうしようもないやん。嘘だろ。ねえ、嘘な。嘘って言ってよ。ありえんだろ、おい。無敵なんだけど。金じゃねえよ、マジで。よし、たどり着いた。あ、ボスだ。よし。今回のボス誰だ？俺の星屑の魔法の、
クズにしてやるぜ。あ、弱そうだ。いや、そんなことは。いや、これ当たんねえ、当たんねえぞ。え、なになになに、どういうこと、どういうこと、やばいじゃん。え、はい、これ逃げて、うわお、うっ、オッケー、うっ、ちょっとこいつ時間かかる、あと1しかないし、俺、はい、どっち早く打って、うぎゅう、これは星屑の魔法じゃないな、てか魔法使えないな、ここ違うルート欲しい、って痛すぎだろバカ野郎、はい、痛いって、やめてよ、やめてよ、やめてってば、うーわー、もう腹立つ、ずっと腹立つ、やめろ砲丸、はい、キッヒッ、壊すな、爆弾壊した方が危ないからかな、これやるとね多分ね、あいつよをうまく避けると全開クリンクが手に入るんじゃないかなってちょっと思ってる、この上にあるやつね、ではこれなんかあってもいいわ、これどうすんの、腹立つ、金じゃないよな、あ、じゃあもうジャンプでいけるわ、うまいことやったら、なるほど、うまいことやったらジャンプでいけるんだな、理解した、ジャンプするタイミングすらないと思ってたから、それが分かった時でもでかいな、ただこいつがやべえわ、デモンズウォール植物版みたいな、さあ、あいつ、はい、だから一旦ここで誘うしかないんだよ、ほっ、ここで誘う、来な、思ったと違うけど、はい、で、こう、OK、はい、よし、よし、はい、いやー、マジか、いや、最悪、ほい、いや、マジ、OK、一発、くそ、くそ、どうしたらいいんだよ、やばい、これ、危ない、逃げた逃げた、うわあ、もう飛んじゃった、最悪、どうしてる、なんか敵強くね、普通に攻撃力ありすぎだ、攻撃力っていうか防御力かありすぎだと思うんですけど、これ何、いかほどで、ここを越えたいよね、まずね、はい、ここよ、ほら、違う、自分から落ちちゃいけないじゃん、そんな意味ないじゃん、バカ、愚かしいわ、よし、はい、OK、 まあまあちょっと暗ぐらいやって、これでも、あ、戻るのも怖いからな、はい、いや、ジャンプ、どっちかわからん、どっちかわからん、よし、OK、 分かれ、こっちの、分かれ、こっちの、いや、それか、金、金、金じゃない、はい、むずい、むずい、あっ、くそ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 、仲やるやん、俺、くそ、よーし、やるぞー、バカー、はい、これ、これ切れればいいのにな、なんてことないもんな、うわ、もうこれで逃げよう、あ、ダメか、ちょっとここでね、はい、それでかい、うわ、そんなんあんの、いやー、そうよね、これちょっと難しいな、結局さ、判定はあれしかないんじゃないか、くそ、
なかったかにしよう、一旦。くっそ。どうしようね、これは。これしょうがない。くっそ。うますぎるだろ、こいつ攻撃すんの。どっちが先に来る？あ、先か。はい！バッカもう無理じゃん、今の。済みだったよ、あれ、あの時点で。くっそ。ダンジョンが簡単タイプかよ。ボスよりか。斧の魔法でいこう。たださ、当たるかな？当たらん可能性あるよね。てか、魔法ほんとこれしかないの？アイトスで、アダム死んじゃったからな。死んでなかったら魔法手に入れたとかあったかもな。どうなんだろう。あと、カサンドラで誰も死ななかったとか？そのパターン？わからんけどさ、何回は。よし。ああ、そうね。じゃあ来てもおかしくなかったもん、今。それでしたわ。はい、オッケー。爆弾ね。はい、オッケー。はい。オッケー。上にいる爆弾野郎が。オッケー。何もない。よし。よし。で、ここの宝箱ってか、箱を取ろうとしてやらかしちゃったから、取った後か。取った後やらかしちゃったんで、こっち行きたい。あいつ倒そう。腹立つ。倒しちまえばこっちのもんなんだよ。うん、ごめんなさい。痛い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 。おぉ、来た。お前も倒せるか、はい、はい。よし。見たか？もう勝てるんだ、お前に俺は。はい、はい、OK。よし。くそ、すぐ快適上がった武器。来な。こっから飛ぶとこかな。はい。いや、どうすんだよ、あれ。無理じゃん。炎かな？炎の魔法とか使う系かな？どうなんだろう、わかんないけど。まあ、これ回復しよう。回復しとけば大丈夫。危ない。オッケー。あれ取りたかったな。何があるんだろう、あれ。もしかして、衝撃波出す剣のマークかもしれないしな。欲しかったな。よし、もう一体来る。はい。いやでも結構シビア、難しい。あと一発かな。よし。半分か。まあまあ、今までで一番多い体力と思えば。ちょっと自信持てるかな。当たらん。これさ、ダメじゃん。どうしよう、ここに。ほら当たる？ダメだ、やっぱ直接狙わないとダメだ。全体に反転というか、全体がチカチカするだけで。あれだな。はい。バカ、タイミング最悪だろ、あいつ。これマジむずいぞ。地道すぎない？いいのないかな、なんか。待って。オッケー。で、ここ行ったり来たりしかないと思うんだけど、141秒しかないの、これ。どういうこと？当たれよ。ああ、もうこいつ腹立つ、ずっと。何してんの、お前は。オッケー、逃げろ。くそ。いやー、今まで一番ダメージ食らわせたのに 5？一番で 5？ やばすぎるな、このゲーム。ここやばいわ。あ、でも今まで一番多いわ。いや、これやるんだったらやっぱ星屑の魔法なのかな？なんなんだろう、わかんねえ。200秒倒せってさ、何枚切っちゃってさ。よっけるな。よし。お前に対して攻撃したいんだけどな、俺。ずるすぎない。さすがに。
った。いや、こうやって飛ぶのあんま良くないから。よし。真上に、端っこに立って真上にや、攻撃したいの。真上っていうか、真上にジャンプしたいんだけど。これしたい。くそ。ここで、これ無敵時間、動けないのか。別に、無敵時間だからって俺が受けるわけじゃない。もう、はい、よし、いいぞ、逃げろ、もういい、シャンシャンシャン、どうせ消えるあいつ、はい、いや、これ好きしかない、ダメだ、ダメだ、俺が使ったことによってあいつが普通に追いかけてくるわ。どうしようかな、マジで。どうしたらいいんだ、これ。しゃがめないかな、うまいこと。こっち待てよ。こうか。これでいいんじゃないか。あ、オッケーオッケーだ。お。ワンナップか。まあ、行くか。ワンナップ。逃げる逃げる逃げる。しゃらしゃらしゃら。おっしゃ、オッケー。いや、いいけどさ、結局ムチのしなりあれで俺は全てを失うんだよね。どうしたらいいんだよ、マジで。よし。2発だよ、あれ。うぅ、反応できん。いや、まあこれは食らおう。調子はいいな、なんか一番調子いい。おい、ここ、はい、くそ、まあいいや、こうやったと。で、こう、いやー、マジか、ジャンプがうまくいかなかった。来い、ここ、いや、早くね、なんかいいところで止まるんだけど、なんだ、あの絶妙な、くそ、そこでね、止まってくれるのありがたい。めちゃくちゃやりやすい。そこで止まってくれるのいいなぁ。そろしようかな。でもこれ立ってこう、いや、これ当たるんよな。あいつなんかあっこだけ隙が、え、はい、でこう立って、はいはい、で次こう、いやー、当たるか。ちょっとタイミングが違かった。でもいけそうだと、今まで一番減ってるからね。だってジャンプ早めにで降りる。で、こうか。いやー、違う。違うな。あれ、石乗った時に、あいつが反応してくれると楽なんだよな。俺のミスだ。そうだよね。そうだよね。はい。くそ。いや、マジか。攻撃一個もできんかった、今。はい。一旦ここで、待って。うーわー、なんで当たんだよ、あれ。まあ、しゃあない。これはちょっと俺の位置が悪かっただけや。よし、よし、行くぞ。やれる、俺はやれる、俺はやれる。お、ビークール、ビークール、ビークール、いてえな。ブン。やめる、やめるぞ。やめないじゃん。てくるよ。来たな、分かってたわ。分かってたし。はあ、全然分かってたけどね。もう、くそ。当たんの、これ。来るよ、これ。多分。来た。でも時間とかじゃないのかな。何なんだ、これ。OK。あー、これ普通の振りかぶりで当たるわ。ジャンプじゃないとダメかと思ってた。それが分かっただけでもでかいか。
逃げよう。1ダメージ。いや、これだってもうこうじゃない。上だ、珍しい。うわ、下向きた。まあいいや、これ一旦無視で向こう行った方がいい。で、ここで待った方が飛び越えやすい。当たらん、ダメだ。あ、待って、あの伸びるやつ、伸びてるやつも判定ある。で、まあ1ダメージで済むならよし。時間がない。待ても200秒で半分いってんだったら10秒か。200秒とか半分で、200秒半分100秒か。なんかもうダメだ、何も考えられない。俺逃げた。よし、いいぞ、追いついてきたよ。俺の体力が敵の体力と同じになりかけてる。成長してるわ。上だ、しかも下。これは諦めた方がいい。やめてよね、調子乗っちゃったかな。いや、行った方がいい。これやめよう。あ、伸びてる触手にも判定があるから、もうそれで狙ってきちゃえ。で、これ無視して、あぶね、逃げた方がいい。これあぶね。あ、16秒いける。これに振らん方がいい。やべ、間に合うか。これよし、あぶね。あー、残り2秒。よっしゃカッカッカッカ。よっしゃぶねー。すげー時間食ったわ。なんかもうすごい豊かな土地じゃん。絶対いいよ。あの、吹き矢とか吹いてた人たちが住んでたってことでしょ。もうそれでいいじゃん。ようやく人間の住める土地、あれ人間、誰なのじゃん。人間に言いたい何かってこと。よっしゃ、やるといくか。何どうした。密林に囲まれてもらうのは島自体が非常に狭いのです。密集した樹木を何とかしてくれませんか。ダメです。了解した。もうさ、まあでもやるっつったらこのイカズチを落としてこのヤシの木みたいなやつとバカーンやるしかないんじゃないですかね。はい、これでいいんかな。おい、よし、まあとりあえずこうやって、ここのことだよね。なんか分かりやすく地上絵っぽいやつって。でもしかしてこの死ぬ可能性があるから一旦魔物の巣は破壊せずに街を増やして道をいい感じしていこうかなと思うわけです。で、もうちょいで、で、ここ、水たまりだから、なんだっけ、太陽か。太陽出てます。はい。はい。これで、いけるよね。あ、出てきた。いいんだ。よし。で、わからんねんけどさ、ここのさ、中、雨雲の下だった。違う。太陽か。これ2マスとか1マスだけ水がどちらこうちゃなってるよ。これさ、もしかして消える効果ない。どっち、あー、効果ないんだ。オッケーオッケー、これが分かっただけでも十分だわ。さすがにそこまでめちゃくちゃ長かったね。え、ここ行けんの。渡る何かがあるってこと。橋作る、は、長い橋作れるんじゃないかこれ。いた、すいません。どこ。はい、じゃあ、干上がらせよ、とりあえず。はい、お願いします。
ここね。こことここをやって、とりあえず終わりかな？まあ、ここもあるか。と、ここに、何？魔物の巣があるのもわかるんだけど、赤色の魔物が出てたからね。間違いなくそうなんだけど。ちょ、苦いな。はい、OK。で、稲妻を落とそう。イカズチ、ずっと間違えてるけど。イカズチを落とそう。あとここか。これで終わりじゃん。はい。ああ、ここか。2箇所で終わりっぽい。はい。ここ。ここもそうなのかな？実際。どうなんだろう。作ってくれ。どこ？どこか？よし。よし。おい。待て。ここはまだだ。お、町建設中。始まったよ、町の建設が。お。これは。これね、ちょっとダメなんすよ。米がいいんすよ、これ。これが一番いいんすわ。よし、これ全部米だったわ。待て。待て。よし。いいよ。どこ？コウモリか。コウモリ早いんだよな。はい、OK。ちょっと安全で行こう、安全で。なんか本当に人が少ないとやられちゃう可能性あるからさ。もしかしたらだけどね。お！レベルアップ！よし！ 2200 人。お、マラーな人々は何が伝えたいことがある。石板を使うタイミングようわからんだよな。ジーンが作られましょう。ジーン。民たちは神を崇めるために作ったと言っているのですが、どうも様子がおかしいのです。え？襲われない？どこ？どれ？どれのこと？ジーンって。おい、どれだよ、ジーン。ジーン、どれ？これのことじゃないの、ジーンって。おい、もう、わお！まあ、レベル上がったから。もうちょっと建物増えたら魔物の巣行ってもいいよなーって感じ。コウモリ。よし。はい。あ、ジーンある。ほんとだ。あれか。やめろー。やめてくれ。やめてくれ。あ、治った。待ち直してる。よし、2012。もう行ってもいいんじゃないかな。どうなんだろう。ちょっと怖いよな。不安だよ。やめて。やめて、よし。やばいやばい。稲妻落ちる。どこどこどこ、次は。あ、いたいたいた。待て。どこどこ。やめて、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 やめて。忙しいな、おい。急に。よし、オッケー。で、これで戻って、もらえば、あれよ。魔物の巣一個できない。で、ここも壊したいよ。お、やってるやってる。いいね。危な。今、魔物の巣俺が封印してるでしょ、俺たちが。マラーナの人たちが。よっしゃ、何か見つかった。どういう技術だ、次は。彫像か。まあ、持っておくか。仕方ないね。で、町の状態は、安定して捧げ物が1と。まあ、捧げ物は知ってるからな。輝きの玉。はい。でも今回は先に、その、治水を行ってるから。相当、その、移動力に関しては、レベル違うよ。ただその代わりすごいコウモリとかに襲われるけど。こう、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 こう。で、戻ればいいか。よし。ここに道がある、できるっぽいんだよな、なんか。これ出てるもんね、にょこって。あ、関係ないか。完全別エリアってだけか。やめて、止まる。おい、危ねえ。待て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 、落ち着け。よし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 。
よし。お、何か伝えたいことがある。薬作れ。永遠の神、ギガーンに逆らうものが多くなっている。なんでや。ジーン。マジ？おい、また別のやつを崇拝してる。待ってくれよ。うちのこと信じられんの？頼むって。よしよし、オッケー。これで、バーチコン、かましていって。オッケー。何か見つかった。向こうに行く方法がさ、お、ありがとう。ちょっとさ、やってみるか。持ち物使う。これ、石板。確かにこの地域には鳥の形をした島があります。何が起こるか。当ててみましょう。お、教えて。これ、イベントかな。空より古い石板が降ってまいりました。俺、投げ飛ばしたの？私に行けよな。これに書かれてある通り、我々鳥の形をした島を調査することにしましょう。あ、読めるんだ。よ、行ってる行ってる、船で。多分だけど、おそらくだが。え、なんだ？どこだ？おそらくだが、今から出港なんじゃないの、これ。行ってこい。これ見たいからさ、来るな！俺が見たいんだって言ってんだろ。見せてくれよ。で、一応、やってる間に、寺院の道を繋げとこう。繋がらん。行けないんだ。行ってる行ってる行ってる。行ってるよ。待ち建設中。カラスちゃん。お、なんかやってる、なんか、あんなところで。ワッシュワッシュしてる。どこどこ、カラスは。オッケー。もう発見したっぽいな、なんか帰ってってる。来てやい、この野郎。ここに、宿屋があるんだな。宿屋じゃなんだっけ。港？お、もういいんじゃない？教えてもらったんじゃないかな。やべ、できちゃうな、マジで。マジできちゃう、やばい。キリがいいところでやめなきゃ。待って！よし、あ、なんか持ち帰ったんじゃね？今人がワッショイワッショイしてたよ。よし、ここ封印してやめよう。できちゃう。やってることはね、ずっと同じなんだけどね。このゲーム。まず人が住む土地を作るためにアクト1のアクションパートやって、シミュレーションパートでいろんなものを増やしながら、魔物の巣4つを封印してもらって、で、アクト2の繰り返しなんだけど、おもろいな。文化レベル上がった。最後の魔物の巣は北西の島にありますよね。はい。隆起させて陸続きにすることはできないものでしょうかね。え？どういうこと？地震を使えってことか。やってみる。あ、石板のやつ終わったんじゃないか、これ。めぼしいものは発見されませんでした。樹木が密集しているため、うまく探せない。ほうほうほう。もう一回言ってくれよ。これだって俺どうしようもないもん。この神がどうしようもできないことを。ねえ。どうしたらいいんですか？はい。あ！見てください。北西の海岸に何かが起ころうとしますよ。お、道ができた。すげえ。やった！嬉しい。違うわ、嬉しいじゃない。やめないと。キリが悪いって。え、じゃあこれ他のところでもできるってこと？じゃあこれ次回やるか、それは。もう何も起きないかもしれんけどな。もう起きんかったら起きんかったでって感じで。一旦天空城戻ろう。よし、じゃあセーブして。今回マラーナ、アクト1、そしてシミュレーション。編は、一旦終わります。よし。人口も増えてきたな。早く薬草が欲しいな。カサンドラが全然、もう疫病で、494人みんなかかってんじゃないかっていうぐらい、虫歯まられてるからな、もはや。ちょっと、なんとかしたいな。なんとかできるかわかんないけどね。はい。じゃ、今回はここで終わります。次回は、地震を起こすところから始めていきたいと思います。なかなかに、やばいこと言ってるけど。はい。それでは見てくれた方、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。